お杉の話が始まるよ。お杉の一ワールチャンネル。こんばんは、中洲の山田さんことトギーです。ラジオ番組をやってる時は週に1回必ずお会いしてて、そうです、ね、礼儀正しい実は男でしょ。いや、その印象はないけどちょっと待ってください。僕のヒストリーを話すと、はい、お杉さんヒストリーになったんで、はい、お杉さんには初めて話しますけど僕二十歳でソニーからアイドルバンドでデビューしてました。えそのバンドが全く売れなくて、じゃあ解散って言って、そういう人なのあなた。はい、それで小田急ロマンスカーで、はいはい、1人箱根に旅立ったんですね。で、強羅の話に戻していいですか。大雪が降って強羅で電話帳めくって公衆電話で探したら、はい、唯一ユースホステルしか空いてなかったんです、はいはいはい、で当時のユースホステルはあのご飯なしでシーツだけ借りたら何千円かで泊まれる。そうです、そうですね、はい、でそこに泊まったら日本人一人もいなかったんですよ、箱根のユースホステル。もうみんなオーストラリア人、カナダ人って言ってみんなこうワーキングホリデーとか留学生とかで、箱根の高いホテルなんか日本円が高くて泊まれないからみんなそこに泊まってる。で逆にこう夕ご飯のこともすごい仲良くなって、でそこに日系ブラジル3世のすごい可愛い女の子がいてましたね。で日本語も喋れる、フランス語喋れる、5カ国ぐらい喋れて、僕とたまたま同級生なんです。でお姉さんが国立音大行ってるからブラジルから訪ねてきた。で僕はその時に解散するかしないかってすごい悩んでた自分が、いきなりブラジルのコーヒー園とかですね、なんかフランス語も喋れるとか、すごいな、あ、俺今二十歳なのにやりたいことがあるんじゃないかなと思って。あとそれを気が付くってことはとってもすごいことなのよ。それゴーラの雪事件って言われてるんですけどそこでその子とその後あの観光船とか乗ったり、ええ、ちょっと可愛かったところもちょっとこの時期になったりして、ただ全く連絡取れない。どこまで待って、本当に観光してあの僕が切符買ってあげたりしただけなんですけど、え本当に、えだって郵送してるの次の日にも。でもあなたの顔見てるとそういうんじゃなくて、なんか見返りがなきゃいけない。いやいやいや、そんなことないです。もう本当に真面目な基本コーハーで体育会系だったので真面目に送り届けて、うん、国たちの生き方とか教えてあげて、うん、で別れたんですけど、その後連絡取れてないですよ。今当時はだって携帯電話もないし、メールもインターネットもないから、お手紙はやんなかったの。いや、ない住所聞いてない。でも、すごいその子の絵、送ったのね。送ってです。送ってあたしこの番組やりたくない。やりたくないとか言わないでください。ちょっと待ってください。それで、いや、それで、うん、もうバンド解散してっていうのを決めて、うん、その後僕はオーストラリアに一人旅立つことになるんです。でも僕はあのシドニーと福岡ってすごく環境が似てると思って、海も山も近くてすごく暮らしやすくて、食材も豊富で人々が、まあ、明るくて優しい。それで一度はシドニーに住もうと思って、それでもうじゃあもう住むなら、シドニーってそんないいと思う。めちゃめちゃいいです。冬もストーブつけるのが1週間ぐらいです。あとはストーブいらないぐらい。私オーストラリアって行ってないんだよ。行ったことないですか。うん、わあ、私ヨーロッパは随分行ってたんですけど、はい、オーストラリア行ったことないの。意外とイギリスの文化にそのまま来てて、そうです、博物館も美術館も素晴らしいですし、何せあのオペラハウスが、オペラハウスが素晴らしい。いや、オペラっていいもんね。もう漢字からオペラないでしょ。もう私はオーストリアで、あ、素晴らしい。でもあのオペラは随分クラシックオペラ素晴らしいです。はい。
どういう形の中で、自分でやっていくことがあったんですか。その1年留学して帰ってきて、向こうであの3人出資者で1人オーストラリア人でいて会社を作って、で僕は日本では調理師の免許を取って、でそのオーストラリア人が社長でレストランを開くことにしたんです。多彩なんですね。多彩未だに調理師もだから持ってるんですよ、免許は。おっそう、はいはい、じゃあレストランいつでも開けるんですか。開けます。保健所の許可は取れます。ただ腕はもう全然ダメですけど。なんでダメなの。全然してないですもん。俺はやっぱりしてないとダメ。ダメですね。自分が食べてる分にはダメなの。そう、自分では週 2,3 今特にやってますけど、うんうん、ダメですね。お客さんに出すっていう点では。偉いね。でもそれはやっぱお客さんに出すにはこうしなきゃいけないっていうことをすごく持ってるのね。そうですよね。そう、お金いただく。おかまって楽よ。何にもしなくて済むし。いや、やっぱりこうやって俯瞰して見てると本当に幸せそうなんですよね、おすぎさん。そうですね、はい、好きなことしかやってないですからね。だと思います。嫌なこと絶対しないんですから、はいはい、いやでも30代、40代は世の中に媚びて生きてましたよね。それは時代。そうね、大杉とピーコっていう中にいなきゃいけないことに関して好きなことはしませんでしたね、あれめて抑えながら。でももう今はもう好きなことしかしませんよ。なんていうの、私もそう思うけど、私もピーコもようやってきたなと思うんですね、40年近い間。でもそれはそうさせてもらえた何かがあったんだ。じゃあ自分の力もあるだろうし、それから世の中がねそうしてくれたんだろうと思ってるし、いまだに現役でね、うん、こうやれてるのは。いや本当そうですよ。僕あの KBC で週に1回小杉さんとこうお会いしてて、1回だけピーコさんとエピソードを忘れられないんですけど、僕がこう局に入っていって、いつもの打ち合わせのあの長テーブルがあそこで本を読んでらっしゃったんですね。で僕小杉さんだと思って回り込んで「うわーっ!」って言ったんですよ。そしたらピーコさんが「誰?」って言ってそんなに似てないでしょ。いや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 、それでその後なんかご報告されて「あの人誰?」みたいな僕ちょっと後で謝りに行ってすみません、すみません、お杉さんそんな似てました。いや後ろ姿でだってピーコさんがいらっしゃると思ってないから僕は。あそうね、はい、でたまにあの番組収録で一緒にねされてて、あれが唯一のこう汚点というか。でも実はピーコさんとはその10年前ぐらいに福岡ファッションウィークっていう、はいはい、ピーコファッションイベントで、はいはい、ピーコさんゲストに迎えて僕が MC でファッションショーやったことあるんですよ、うん、もうそんなことはもう全く覚えてないじゃないダメって言われて、いや、時は本当失礼いたしました。いいえ、私たちってあの司会をやってる人のことは頭の中にいつも入ってないもうあの何でもおっしゃってくださいって言ったらもう全部フォーマットを一からやり直しで、もういい勉強になりました。何今日はありがとうございました。ぜひじゃあ一度うちの茶室でお抹茶を一服っていうのは約束として皆さん僕はあのお茶の先生っていうのご存知だったんですか。はい、聞いてました。よかった。もう本当に渾身の一服を差し上げたいです。はい、私もお茶立てるの。うわすごい。じゃあ最後に乾杯で。はい、なんかすごいの、なんか中央の番組みたいになっちゃいましたよチャンネル登録よろしくね、お願いします。